5月13日。今日は、琴音の誕生日です。おめでとうございます。ありがとうございます。はい、ということで、はい、うちら同棲してるんですよ。真帆ちゃん半同棲みたいな感じなんですけど、同棲してるから、はい、こうやって用意するのがね、琴音がいるから、できないのさ。うん、だから琴音にはちょっと外に行ってもらって、ね、そう、待っててもらってるんですけど、今日は琴音に誕生日パーティーをしますということで伝えております。はい。だから普通にまあ誕生日パーティーが開かれると思ってるんですけど、はい、そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃないんだよ、琴音ちゃん。そういうことじゃないんだよ。そういうことじゃない。幸せになってほしいけど、ちょっとドッキリ仕掛けさせて。仕掛けちゃいます。ということで、今回のドッキリの内容は、はい、10回ありがとうと言ったら、誕生日パーティー即終了最低です、私たち。真帆ちゃんの持ち込みです。そうなんです。ごめんなさい。ごめんなさい、ごめんなさい。普段からね、なんか、ちゃんとありがとうとか、うん、もう当たり前のように言ってくれるから、うん、なんかすぐ10回言っちゃいそうで怖いけど、そうだね、絶対プレゼントを渡したいから、プレゼント渡すまで言わないでほしいよね。そうだね、うん。お願い言わないでことで、お願い言わないでね。琴音がさ、好きそうなプレゼントを選びに行って買ったから、うん、そうだね。早く渡したい。早く渡したら、絶対喜んでくれると思う。本当絶対喜んでくれると思います。みんなも楽しみにしててください。はい。じゃあ、琴音を呼んできまーす。はい。頑張ろう。頑張ろう。あれいけーいけでしょいけー大丈夫ゆうすけさんが運んでくれてます。ありがとう、ゆうすけさん。せーの。キャラピオーチうめえ、こら。今日、夜の8時から9時で、YouTube ライブをするんですけど、多分アーカイブ残ってると思うんで、みんなそっちを見てほしいんですけど、はい、そこでも食べるから、ちょっと少し。そう。夜ご飯も食べるから。ということで、いただきますいただきますうまい大げさうまいマジ久々に食べる最近、うん、超食べてなかったからどうですか丸々さんになって正直言って20以降から感覚は変わらないんですけどでも嬉しいですねやっぱり誕生日はでもあんま自覚ないでしょ自覚マジでないだって昨日入ると12時にさ一応クラッカーパンで鳴らしたらさ、うん、うわぁあそっかもうそうかみたいな大人になった証拠ですね。そうですね、うん。いつもうちらドッキリみたいな感じやってんじゃん、誕生日って。確かに。だけどなんか今回はもう、急に感じた。普通に。祝うよみたいな、うん、確かに感じなんで、楽しみですね。今はプログラム何うん、中盤あ、これ中盤なのそうかも。え、始まったばっかりだけど。嘘でしょ。なんか、ってマジでね、綺麗になった。ありがとうございます。急に。確かに。急に。しかもなんか明るくなったし。うん、ほんと。怖い。マジで明るくなった。やめろよ、怖いんだけど。今の琴音が一番好き。あ
ありがとうございます。おい23歳はもっと中身も見た目もレベルアップしていきたいなって思って、だから言ってもう23歳ちょっぱり超ラフな格好してるけど、しかも23歳って自分で言ってた。自爆自爆内緒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 。なるほど。ゆうすけ、ゆうすけにちゃんとありがとう言って。うん、ゆうすけありがとう。チップは渡せないけど高評価は押す。ということでチーズいただきました。はーい、ここねちゃんどうぞ。ありがとうございます。お、すごいよく分かってらっしゃる。らっしゃる、らっしゃる。私はブラックペッパーなんですよ。そういうところも考慮しましたよ。さすがでございます。ゆうすけありがとう。ゆうすけが、いや、はるかにですよ。ああ、そうだ、ありがとう。まほありがとう。ねえ、なに？怖い。友情は消えますけど。はい、嘘です。あ、だんじゃん、やだ、ありがとう。やったー、開けてみて。やったいや、雑なんだよ。魚が出ないよ。え、めっちゃ嬉しいんだけど。ドゥドゥンドゥンドゥン中身。実家に帰ったの私、うんうんうん、でママに何を欲しいって言って、うん、靴が欲しいって言って、まあ、ママと一緒に靴選んで、うん、で自分も欲しい靴見つけちゃって自分も靴買って、今2足新しい靴があるんですよ。でさらにまたこちらも靴いただいちゃって、うんうん、もう靴靴パーティーですね。やはり、あの、実家から帰ってきて、新しい靴履いてた時、はるか、まほに、やべ、みたいな。もう、こなんか変な、こちらの盗撮みたいな動画来て、そこの靴見せられて、やばい、みたいな。確かに、あ、靴買ったんだ、みたいな感じで言ったら、え、みたいな、待って、新しい靴、あ、そうだよって言ったら、なんかすごい苦笑い。どう言われちゃったんじゃないって言ったもん。なんか、え、かわいい、みたいな。絶対もう、思った。かわいい。めっちゃかわいい。もう、マホも欲しいもん。この中がかわいくね。うん、中かわいい。生地。コルクみたいな、うん。そう。ワイン好きだからね、こういう。なんかこういうのめっちゃ嬉しい。じゃ
ケーキ食べましょう。やったー。あ、食べれるの？食べれるよ。せーの、いただきます。おー、いいねいいね。一回でもさ、こうやってってさ、どんくらい口入るかやってみてほしい、うん、これ全部全部いける。これ、ね、新記録じゃないこれ言ったら。確かに。やばいやばいやばい、痛い痛い痛い、やばい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 、夢みたい。小さい頃に怒られるもんね。キャリーとチョコレート工場一番最初に脱落するから。スマホやるよ。うん、やってみて。せーの、いけー。おー、いけいけいけ。せーの、思いっきり。うん。おー、え、閉じろ閉じろ閉じろ、大事よ大事よ。おー、かわいい。いいね、かわいい。ということで、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。この動画良かったと思ったの？高評価とチャンネル登録、お願いします。